井ノ城さんに歌詞を添削していただけるということで新曲を1曲作りました。姉さんがペンライトの振り付けをやってくれます。この曲以外もですね、もう何曲かと、もうトークライブと言いつつ半分ライブみたいな盛り上がりたいと思いますので、ぜひお越しください。皆さんこんばんは、マクロス大好き芸人マジカルファンタジーのカノアです。ファンタジー姉さんです。よろしくお願いします。いつもと違う感じで来ておりますが、ついに1月29日の慶井ノ城さんとのライブが目前ということで、なんと井ノ城さんに歌詞を添削していただけるコーナーがありまして、その添削していただけるということで、カノアはですね、一世一代だということで、そのためにですね新曲を1曲作りました。すごいわね。あのでも編曲は丸投げしておりますが、歌詞とメドリーの作曲、メロリーメロディー歌詞と作曲はしておりますので、つがっておりますのですが、大丈夫いいですね。あのその曲がアイドル風味なので、ご来場くださる方にはぜひ無理のないように、やりたい方だけでもちろんいいので、ペンライトを持ってきていただいて、会場でもパキッてするタイプはお渡しする予定なんですが、はいはい、もし自分の仕方ないから持ってってやるかという方は持ってきていただいて、でですね、カドマが今からエアーで歌う感じをして、兄さんがペンライトの振り付けをやってくれますので、はい、ふんわり覚えていただける方は覚えていただいて、何やってんだろうなっていう方は無視していただいて、であとこれを見てなんか面白そうだなと思っていただいた方は、まだ間に合いますので、ぜひ29日19時半から新宿御苑駅近くなので来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。この曲以外もですね、もう何曲かと、なんと井ノ城さんも歌う朗読してくださるということで、もうトークライブと言いつつ半分ライブみたいな本当ねことになってるんですが、あの芸人が戯れているだけなので、その程度だとは思っていただきたいんですけれども、盛り上がりたいと思いますので、ぜひお越しください。お願い待ってます。すでに予約してくださっている方は本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは大丈夫な方だけどうぞ。
このような感じでございます、うん、分かりにくいところもあるかと思いますが、オタクの先輩の方の方が多いと思いますので、あの好きにやっていただけたらと思います。はい、それでは29日お待ちしております。まだの方もぜひ、すでにの方もよろしくお願いします。待ってます。バイバーイ。シューキシューキサイミーター、チンクチンクジーミーター、バイバーイ。